K-POP アイドルの生活は非常に大変なことが知られていますが、ファンの期待に応えるために多忙な中でも美しい容姿を求められます。最近 TWICE サナが激痩せしたように見える動画が公開され、ネット上ではサナを心配する声が上がっています。デビュー以来サナはいつも完璧なことでファンの注目を集めてきました。その非凡な才能、存在感、カリスマ性、そして美しさからサナはどこに行っても注目の的です。しかし最近ある動画が TikTok で拡散されたことで、ネチズンたちはサナの健康を心配しています。 TWICE は現在ワールドツアーの真っ最中で、世界各国で毎日何千人ものファンの前でパフォーマンスを行っています。期待通りサナはもちろん、メンバー全員が全力を尽くしています。ネチズンはコンサートの動画を共有し、 TWICE のパフォーマンスがいかに素晴らしいかを示しています。今までに多くの称賛を浴びてきたサナですが、 TWICE の最近のツアー動画が TikTok で共有された後、ネット上では心配の声が上がりました。その動画ではサナがステージで全力で歌う様子が公開されました。サナのビジュアルと才能を称賛する声も多かったものの、特に以前の動画と比較してサナが痩せて見えることに気づきました。この動画が投稿された時、サナはパフォーマンスと健康のバランスの取り方を心得ていると擁護する人もいた一方で、彼女が短期間でどれだけ体重を落としたかを心配する人もいました。サナ、ちゃんと食べてるって言ってくれ。なんでこんなに細いの？ツアーがしんどいのはわかるけど、さすがに急に痩せすぎじゃない？サナが大丈夫ならいいけど、どんなサナでも可愛いから、あんまり痩せようとプレッシャーを感じないでほしいな。多忙なスケジュールのためサナが体重を減らしながらも、健康的な生活を送れているだけかもしれませんが、ネチズンたちは当然のことながら心配して、サナが痩せようと必死になっていないことを祈っています。Thank you.